隅の ST ナイターの第35回アクアクインカップは今回の女子戦のベスト18のレディースバトルで5日目注目順位優勝戦です。まずは第9レースで1、2、3、4、5、6と出揃ってまいりました。どうやらゆっくりと枠なりで並びそうです。そのまま1、2、3で4、5、6風が吹いていましてスタートライン上追い風、現在風速は2メートルから3メートルほど。さあ1分前で1号艇の浜田有沙、目下2場所連続優出中の今回予選3位通過、第9レース人気の中心。2号艇で塩崎久香、住之江3度目の優出なるかで、3号艇の小林成美がデビュー初優出なるかです。4号艇の平川香織引っ張るでしょうか。こちら住之江連続優出なるかで動いていって、5号艇の寺島美里、今回住之江初優出なるかです。でそして6号艇の今井由里、今年2度目の優出なるか、6コースからの勝負で、さあスローで1、2、3、ダッシュで4、5、6、そのまま枠なりで3対3に分かれて進入体系が固まってまいりました。さあまずは賞金女王浜田有沙が優出、一番乗りなるかの注目の第9レースの準優勝戦。さあ少し追い風が強くなって前提が進入してまいります。1番2番3番4番5番6番の枠なりです。2秒1秒、今スタートしていきました。コースタートは2コースから2号艇の塩崎、そして1号艇3号艇スロー勢です。まずは逃げる1号艇の浜田、刺して2号艇握った3番5番で後方4番6番ですが、バックスリッチャーイン速攻決まった。1号艇の浜田有沙、そして2番手集団が2号艇3号艇4号艇インコースから4二三が固まって、後方5号艇6号艇なおスタートは正常でした。ラインタンマークトップで回って1号艇の浜田、注目2番手ラスは4号艇行くところ突っ込んできた6号艇握った2号艇内を小回りさばいてくる3号艇ですが、さあ2番手ラス内外に広がっていますが、わずかにここで4号艇か平川レーサー2周目へと入ります。ここで2番手ラスは4号艇平川上がってきて、その後ろで3号艇2号艇が控えています。2周目のダッシュタンマークトップ抜け出した1号艇人気の浜田、2番手ラスに4号艇の平川、後方3番手ラスに3号艇行って後ろから6号艇、そして2号艇ですが3号艇の小林成美、現在上位が143、しかし外から2号艇上がってきた、今度は3番手ラスに3号艇2号艇接戦バック中間地点を通過、そして5号艇6号艇も上がってまいりまして、ラインタンマーク注目3番手ラスに内から張って3号艇の小林回るところ突っ込んでくる5番6番、そして今度は2号艇がさばいていきますが、激しい接戦争いはわずかに3号艇の小林3番艇後方でアクシデントがありました。第9レースは2号艇の塩崎が失格となっています。最終周回でダッシュタンマークは先頭1号艇2番手4号艇3番手3号艇回って後ろから6番5番が攻めてきますが、さあ3号艇の内から6号艇届いた今井、今度は3号艇6号艇接戦もバック内から6号艇の今井が抜いて、ここで3番手逆転、1号艇の浜田有沙が3場所連続優出、優出1番乗り、2番手4号艇の平川香織が住之江連続優出、そして3番手逆転の6号艇の今井で準優の第1弾レスキューの外を回って最後の直線コース、第9レースは146となって間もなくゴールです。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン。ボートレース住之江の今回のビーナスシリーズ第2戦の5日目注目の準優参考レース第2弾を迎えていまして、第10レースの準優勝戦です。さあここもまずは1、2、3、4、5、6と枠なりで出揃ってまいりました。さあどうやら枠なりでしょうか。風は緩やかな追い風でスタートライン上風速は2メートル前後です。1号艇の落合直子、今回予選2位通過の今年初優出なるかで人気の中心。2号艇で大豆田葵、こちら住之江連続優出なるかです。3号艇の武井理里香、今回住之江初優出に挑戦、1、2、3。そして4号艇引っ張るでしょうか、弘中千佐江、3場所連続優出なるかとなっています。5号艇の金田幸子は住之江連続優出なるかで動いていきました。そして6コースに6号艇の桜本歩美、こちら2場所連続優出なるかとなっています。さあスロー勢ゆっくりと入ります。1、2、3とスロー、ダッシュ勢が4、5、6の並びで、これで枠なりで3対3に分かれてまいりました。
さあここは地元落合なうこが気合いの陰線となっていまして、準優第2弾の第10レース枠なり3対3残り10秒を切っています。インコースから1番2番3番4番5番6番の枠なり2秒前1秒前今スタートしていきました。コースターターインコース2コース1番と2番6コース6号手もいいスタートですが1マーク、まずはインから先前の1号手の落合、刺して2号手の大豆宇田、まくっていった3号手で後方4番5番6番でさあバックスイッチはわずかに差し抜けたが、2号手警戒に大豆宇田が上がってくる。一定身で1号手の落合現在2番手2番1番、そして3号手6号手並んでいまして、あとは4番5番なおスタートは正常でした。第2ターンマークここも警戒に2号手の大豆宇田が2マークトップ旋回、懐差し返して1号手の落合ですが、さあ落合が届いた。今度は1号2号艇並んでトップラスになってレーサー2周目へとあります。さあインコースに上がってくる1号艇の落ち合い、アウトコースに2号艇の大豆宇田、1番と2番が抜け出してトップラスに、後ろで6番3番3番テラス2周目で出したマークが届いた。1号艇の落ち合いが行った。今度はその後ろ2号艇の大豆宇田ですが、先頭争いここでわずかに1号艇の落ち合い意地の先頭で逆転、そして2番手2号艇後方激しい3番テラスになっていますが、今度は3艇固まってインコースから3号艇4号艇6号艇346の3番テラス、後方の5号艇の家カナダだけが遅れています。第2ターンマーク注目3番テラスに、第2ターンマークは今度は3号艇の武井が行った。後ろ4号艇と6号艇と攻めてきますが、3番テラスやまだまだ接戦で6号艇3号艇4号艇もつれて最終周回へと入ります。さあ現在先頭は前を絞ってくる1号艇ですが、内から突っ張って2号艇で一定審査後方3番テラスに、最終周回で第2ターンマークは1号艇の落合が回ってトップ争い差し返してくる2号艇の大豆宇田ですが、先頭争いはここも意地で1号艇の落合、一定審から2定審で2号艇、後方激しい3番テラスや今度は6号艇上がってきて、ここで上位が1、2、6ですが、まだ1号艇と2号艇一定審査、最終ターンマーク1号艇の落合直子今年初優出、そして2番手から攻める2号艇の大豆宇田2場所連続優出、住之江連続優出、ゴール前で差が縮まって一定審から2定審、後方3番手6号艇1、2、6で決着となってまもなくゴール、先頭1番ゴーリン、2番ゴーリン、6番ゴーリン、4番3番ゴーリン、最後尾に5番がゴールイン。住之江シティナイターの今回で35回目のアクアクイーンカップの優出争い準優勝戦はラスト最終関門の3つ目で第11レースを迎えています。1、2、3で4、5、6で枠なりで出揃ってまいりました。さあどうやらゆっくりと枠なりです。現在はスタートライン上はするほど目立った風はなく水面が穏やかです。さあ準優ラスト1号艇の細川優子が断然人気、近況好調の今回予選トップ通過の活躍でさあ優勝戦の1号艇なるかです。2号艇で今井美也、今回4年ぶりの住之江で連続優出なるかです。3号艇で八住月、今回勝率稼ぎの住之江初優出なるかです。そして4号艇の永井正美が引っ張るでしょうか、今年初優出に挑戦、動いていきます。5号艇の土屋美咲、今回住之江初優出なるか、そして6号艇の原田由美、準優18番目の準優突破なるかです。さあスロー勢は1、2、3が入ります。ダッシュ勢が4、5、6とここもそのまま枠なりで3対3に分かれてまいります。さあ今回激しい準優勝戦の最後はシリーズリーダー細川優子が V に王手をかけるか、注目の準優ラスト第11レース残り10秒切っています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり進入です。1秒前今スタートしていきました。さあスリット後は2コースからの2号艇3号艇4号艇と出ていきますが、1マークインから伸び返して1号艇の細川先前、刺して2号艇の握った3号艇真ん中5号艇が攻めて、あとは4番6番でさあバックスイッチは陰線から踏ん張ったが、1号艇の細川優子出てまいりました。一定身から2定身では2号艇の今井が続いてインコース2コース、その後ろで5号艇4号艇が並んできて、あとは3番6番なおスタートは正常でした。第2ターンマークまずトップであるのはここは人気1号艇の細川、懐2号艇の今井が差し返してまいりますが、先頭1号艇踏ん張って2番手2号
号艇と変わらず、後方の3番テラスが内外に広がって、まだまだ4番と5番が接戦状態。前を絞ってくる先頭1号艇の細川で、一定身から二定身で2号艇の今井、3番テラスがまだ4番と5番が接戦です。2周目で出したマーク、注目3番テラスが前を絞って5号艇の土屋が先に回った。懐を差し返してくる4号艇ですが、ここでわずかに先前から5号艇の土屋が3番手に浮上、上位が1フタ5となってまいりました。先頭と2番手が 20m と開いていって、そして水が入っていって5号艇の土屋が3番手に上がっていて、後方は4号艇、6号艇、3号艇、後方の463がまだ固まっています。第2ターンマーカー、先頭1号艇、2番手、2号艇、3番手、5号艇回った後ろから3番、6番、4番と攻めてきますが、ここをしのいだ5号艇の土屋3番手、上位が1フタ5、最終周回へと入ります。さあ、最終関門のラストは先頭1号艇の細川優子、人気の中心が陰線から踏ん張りました。2番手2号艇の今井美也とインコース2コースの決着、3番手は現在5号艇競り勝っていまして、土屋最後のバックスレーテで入ってまいりましたが、ここも3番手は5号艇の土屋で上位変わらず1フタ5、後方ではまだ364の後方3艇がまだ固まっています。さあ、1号艇の細川優子が2場所連続 V の住之江 V3 に王手、第23回大会の覇者が優勝戦の1号艇、そして2番手は2号艇の今井美也が住之江連続優出、そして3番手争い5号艇競り勝っての準優ラスト第11レース1フタ5、まもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、3番6番ゴールイン、4番がゴールイン。